星野信之176勝しました。2041奪三振しました。こいつすごくね。なんで128キロのストレートで抑えられるんや。キャッチャーに素手で取られてしまって評価が下がってしまった模様。阪神移籍しなけりゃもっといけたか。成績はすごい投手なんだけど本人は優しいおじさんすぎて。阪神と楽天で優勝したのすごい。星野のスローカーブは本人的にはただのカーブだった疑惑。割と防御率グロいよな。何で阪神行ったの？他に席先の候補あったの？球遅い技巧派は現代でも通用するんやろか。浜田とめちゃ仲良いよね。てかまず捕手が上手すぎるわ。カーブがすごいのかと思ったら、速球とフォークの投げ方が一緒で球速も変わらないから見分けがつかなかったので打者が打ち取れたとか。ストレートとフォークで勝負する本格派やぞ。プロ入り前まで速球派だと自認してたの好き。初めてユニフォーム買った選手星野信之だわ。一郎と片口とか長谷川と書いたけどなぜか星野の買ってもらった。見た目もかっこいい選手だった。ピッチャーとしては山本昌の方向性と近いかも。こういう王道やないタイプってええな。この人よりひょろがりのピーみたことない。ご視聴ありがとうございました。